愛生学院高等学校は、兵庫県愛生市にある私立の通信制、高等学校。富士通に勤務していた森和明は、1979年に独立し、故郷加古川市で富士コンピュータ販売株式会社を創業する。車業が軌道に乗ると、今度は技術者の自社養成を主な目的として、1999年に、 加古川市で職業訓練校情報技術学院を設立した。その後、森は IT 関連の世界では学歴は関係なく中学卒業だけでも早くからどんどん能力を伸ばして活躍できるのです。しかし今の日本ではやはり高校を卒業していた方が何かと有利な現実がありますとして通信制高校の設立を模索する。当初は 学校法人の設立を目指すも、兵庫県立の通信制高校がのきなみ、定員割れしている等の事情から認可が下りず、教育特区制度の利用に転じる。多彩なコースで生徒それぞれの進度に合わせた課程を用意している。なお、いずれのコースを選択しても、卒業要件として、愛 o、e、本校舎における年等課程度のスクーリング及び単位認定試験の受講が必要である。 またコースによっては所属校が事実上限定される。自宅学習にて、レポート課題、放送市長を中心に、スクーリングと単位認定のテストを受けて単位を取得していく。進学に向けての学力を身につけ、難関大学合格を目標とする。通信制の長所を最大限に生かした特別カリキュラムで、野球、テニスボクシング等各種目で全国大会を目指す。 将来のプロ選手を育てるために有名テニスクラブやボクシングジムの専属コーチによる本格的な指導を行う。種目によっては寮生活もある。高校を卒業すると同時に将来役立つ OA の知識や技術を身につけることを目指す。経営元である富士コンピュータ株式会社が運営するシステムエンジニアプログラマー養成学校である。 情報技術学院から特別講師を招き、基本情報処理、システムアドミニストレーター、マイクロソフトオフィススペシャリスト対策などの講座を受けることができる。希望者には実務に向けた Java 言語、C 言語習得講座もあり、通信制の高校学習を行いながら、提携先、専門学校にて調理し免許取得に向けた学習を行い、 高校在学中で調理師免許取得を目指す。原則として、姫路校のみで実施。通信制の高校学習を行いながら、提携校のカナダバンクーバー高等学院への留学を圧戦他に、ニュージーランド国立ワイカト大学附属英語学校や、カナダ州立ヨーク大学附属英語学校にも、留学生を送り出している。また、 ネイティブ講師による英語の授業も行う。少人数制で生徒それぞれの学習状況に応じて個別の進度に合わせて授業を行う。主要教科レポートの合格に向けて個別に指導、サポートを受けることができる。通信制の高校学習を行いながら提携先、建築会社にと建設現場の仕事を体験する。午前中は通信制の高校学習を行い、 午後は少人数制で英語の特別授業を行う。中途入学不可で、過去川校のみで実施。通信制の高校学習を行いながら、提携先、ネイルスクールで技術を磨く。各種検定試験合格と資格取得に挑戦し、将来の独立開業を目指す。中学校までの理科を基礎に、実験、座学とともに、実際の職場での仕事を通じて、 社会人としての態度や科学分析という職場環境での即戦力を身につける。火災校で実施。通信制の高校学習を行いながら、定型先養成校で技術習得、現場経験を目指す。自宅で学習しながら、週1回教師が自宅に赴く。東京校、神戸校で実施。ドローンについて正しい知識と技術、 法令と安全、飛行空撮技術やマナー、画像編集などを学ぶ。各生徒の教育的ニーズに合わせ、週1から4回投稿したような体験を行う。過去川校で活動。2008年の本校創立と同時に創部。2011年3月25日の第33回全国選抜高校テニス大会で初優勝。これまでに、 全国選抜高校テニス大会、全国高等学校総合体育大会、国民体育大会の高校テニス3、大大会全てで優勝の経験を有する。高校で活動、2013年総部、甲子園出場に向けて練習を重ねる。加古川校で活動、2019年総部、元西脇工業高校陸上競技部監督の、 渡辺浩二を顧問に迎えた。加古川校で活動。2019年総部。元日本代表の立ちを監督に迎え、本格的にオリンピック選手育成に力を注ぐ。加古川校で活動。2009年総部。全国高校選抜、全国高校総体、国民体育大会の三大大会で優勝の経験を有する。淡路島教育センターで活動。 全国高校サッカー選手権大会優勝を目指す。2021年にジェリー・ペイトンを監督に迎えた。赤石校で活動。2011年総部。各大会で上位入賞を目指す。2017年の世界ジュニアゴルフ選手権で当時3年生の大林直が優勝した。森 P51 から52森。 P56 加古川港の入るビルの上階に田代が主催する音楽教室が入っている。なぜアーセナルで世界トップクラスの GK を育てたアイルランド王人指導者は日本の高校で監督を引き受けたのか。サッカーダイジェストウェブ大林直が逆転世界一ピンチ焦ったら赤日刊スポーツ2017年7月16日付ありがとうございます。